てか今日ずっと気になってたんだけど、裏方さんが太鼓やってる時になんか電話してんのかなと思った。電話風出るんですよ。風出るの？え、すごい、本当だ。うやば、汗かいちゃう。え、すげえ。だって前もさ、ミニのコロコロだっけ？コロコロだ。あ、持ってない。そう、なんかめっちゃちっちゃいコロコロ持ってて。今はちょうど持ってないんですけど。でもすごっ。いや、なんかいつでも電話来てもいいようにやってんのかなと。あ、違うか。いや、なんか、まあ、本題なんですけど、今回なんとね、裏方さんがすごいビデオカメラを持ってきてくれました。すごいな。これで今回は僕のプレイをね、撮影してくれるということで楽しみ。じゃあちょっとお願いします。はい。なんか説明とかはあるかな。いや、特に高校生のバイトで買える範囲のカメラなんで。高校生のバイトで買える。でも明日新しいレンズを買いに行くんで。新しいの買いに行くの？新しいレンズですね。レンズ、すごい。裏方くんね、いろんなの持ってるんですよ。ガジェット好きなんですよね。なんか写真撮影とかハマってるらしい最近。おお、イエーイ。あ、ピントがそこに合ってる。お、これで行けば。おお、すごい。マイクの近くでもマイナーズそうです。で、何をやろう。俺の目にピントがあっちゃう。裏方くんのバチです。消えるということでやりたいと思います。消えるらしいよ。なんかこの間これやったら面白いアレンジを考えたんだよ。忘れたけど。そうなこと。あんなドンちゃんがネギとか持ってたら子供が真似するだろう。ということで
どうだったでしょうか、まあ、僕はねちょっと見てないんで、あの編集の時に楽しみですね、どう映ってるか。じゃあね、僕のマイドン。